メトリオリンクスは、中世代ジュラキ中期から、後期の1億5700万の1億5400万年、前に生息していたワニの絶滅した属。ハチュウツナから、ワニモクナカワニヤモクに属する。化石はイギリス及びフランス、チリとアルゼンチンのジュラキの地層から発見されている。学名は、程よい寸法の花面を意味する。かつては、 多くの種が含まれていたが、2021年、現在有効な種は、M ブレビロストリスのみである。体長約3メートル。胴体は長く流線型で、先端に尾光を持つ糞も伸長している。顎には、鋭い円錐形の歯がある。また長い筋肉を持っていることから、顎を大きく開くことができたと推定されている。獅子は、ヒレ状に変化しているが、甲子の方が大きくなっている。 陸上では、這うようにして移動していたのであろう。お椎骨は、魚流のように下方へ折れ、そのうち先端の数個は、トゲ突起が伸びて、尾ひれを形成していた。体を取り巻く装甲は退化して体表は滑らかになり、水の抵抗を減らしている。メトリューリンクス属に含まれる有効な種は、タイプ種の M ジェフロイブのみである。以前まで含まれていた他の種は、 ペロニサウルス属やシャダス属、サロートトースクス属の種などに分離された。近縁のゲオサウルスほどではないが、現在知られているワニの中でも完全に水中生活に適応した数少ない種の一つであり、おそらくは産卵時を除いて一生の大半を水中で過ごしたであろう。化石に残されたいない用物の痕跡からアンモナイトや 大型魚類など様々な水生生物を捕食していた。化石に残る歯型から史上最大の魚類リードシクティスまで襲撃したとされる。また、抑留王も餌食としたらしい。しかし、体に走行を持たないことから、より大型の捕食者に狙われた可能性がある。ありがとうございます。